こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書土佐日記の門出の解説をやっていきたいと思います。土佐日記は紀貫之が書いた現存する最古の和文日記です。それまでにもね、漢文で書かれた日記、これはあったんだよね。でもね、その漢文の日記っていうのは紀貫之が書いた日記とは全然違う種類のものだったんだよね。それまでの漢文で書かれた日記っていうのは仕事とか儀式の記録、自分がやったことを忘れないようにメモする、こういったタイプの日記だったわけ。それをね、この紀貫之は漢文でなくて仮名文を使うことで、ひらがなを使うことで、いろんな心の細かい動きっていうのを表現することに成功したんだね。そしてこの土佐日記はその後の日記文学というジャンルに大きな影響を与えた、そういった文学史の中で意味を持つ作品なんだね。ちなみにね、この紀貫之っていうのは古今和歌集の選者、編集する人で、その序文も書いた人だよね。その序文に関してはこちらの動画、古今和歌集の仮名序で紹介されています。こちらもね、仮名文、ひらがなによって書かれた文章だよね。だからね、紀貫之、和歌を作るのもうまいんだよね。今回の土佐日記の中でも60近い和歌が収められているんだね。これもね、もしこれが漢文の文章だったら、いきなり和歌が出てきたらおかしいでしょ。土佐日記が仮名文で書かれているからこそ、合間合間に和歌を入れることができたんだね。そうやって自分の気持ちを表現することができたってわけなんです。でね、この土佐日記っていうのは12月の21日に四国の土佐を出発して、翌年の2月に帰郷するまで、つまり今日の都に帰ってくるまでの55日間を日記としてまとめたものなんだね。この55日間、紀貫之が見たもの聞いたものについて毎日書かれているの。ではね、実際にこの土佐日記がどういった内容であるのか、その最初の部分、門出を見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。こちらが土佐日記の書き出し、平安時代、934年の12月21日について書かれた文章です。男もすなる、日記というものを、女もしてみんとてするなり。この男もすなるっていうのが、男も書くという、日記というものを、日記というものを、女もしてみんとて、女も書いてみようと思って、するなり、書くのである。わかる？ここの文の意味。つまり作者である紀貫之は男なんだけど、自分のことを女というふうに装っているんだね。まだね、この時代、男の人は漢文で文章を書くべきだ、こういった考え方があったんだね。女性はね、仮名文字、ひらがなを使っていたんだけど、男の人はね、そんなひらがななんか使っちゃダメだよって、漢文で文章を書くものだよ、こういった考え方があったから、紀貫之は今回の土佐日記の最初に、自分は女なんですよって言って、女性を装ったんだね。まあそのことによってね、紀貫之は自由に文章が書けるようになった。紀貫之はね、この時代、ちゃんとした身分がある人だったから、公人としての立場、公としての立場もあったわけ。公務、仕事とか儀式とかでね、ちゃんと漢文で記録を残さなければならない、文章を書かなければならないこともあったわけ。そういったね、現実世界の身分とか立場とかを離れて、詩人として自分の気持ちを自由に表現したい、こういった気持ちを持っていたんだろうね。だからこの土佐日記の最初で、私は紀貫之じゃないんですよ、女性なんですよ、こういうふうに言って今回の土佐日記を書き始めた、こういうことだったんだね。でね、ここで男もすなるのなるなんだけど、これはなりが活用したものだね。伝文の助動詞です。男も書くという、男も書くんだって、これ誰かから聞いたことなんだよ、こういうふうにここで伝文の助動詞が使われているんだね。でね、次、するなりのなりだけど、こちらのなりは断定の助動詞だね。書くのである、こういうふうに言い切ってるの、断定しているんだね。いいですか。ではその次読んでいきます。それの年の師走の20日余り一日の日の犬の時に門です。
そのよし、いささかに物に書きつく。それの年っていうのはある年。このある年っていうのは934年だね。で、その12月の21日。この12月のことを師走って呼んでるから注意してください。で、時刻は犬の時。これはだいたい午後8時頃。つまり夜の8時頃に出発したんだよって、これが門出なんだね。で、そのよし、その様子、その旅の様子を、今日から始まる土佐を出発して、今日の都に帰る旅の様子っていうのを、いささかに物に書きつく。少しばかり物に書きつける。この物っていうのは紙だよね。これから紙に書きますよって。文章で書いていきますよ。こういうふうに言っているんだね。この日の様子がどんなだったか、それはこの後の文章に書かれています。ある人、あがたの、よとせ、いつとせ、はてて、例のことども、みなしおえて、げゆなどとりて、すむたちよりいでて、船に乗るべきところへ渡る。ここまで見ていきましょう。最初の部分、このある人っていうのはね、紀貫之、とぼけてるんだよね。これ自分のことなんだけどね。この土佐日記の最初に、私って女性ですよ。こういうふうに言ってるでしょ。この文章は紀貫之が書いたんじゃないですよ。こういうふうに言っちゃってるでしょ。だから自分のこと書くときね、ある人、こういうふうに言ってるんだね。そのある人が、紀貫之が、あがたのよとせ、いつとせ、はてて。あがたっていうのは国司としての任務だね。国司っていうのは地方に派遣された中央の役人だね。だからね、この紀貫之っていうのはもともと中央の役人なの。今日の都の役人なんだね。その紀貫之が国司として地方に派遣されてた。つまり四国の高知県土佐に派遣されてたんだね。でね、そこでの任務、仕事っていうのをね、4年5年と果たし終わったんだね。だからね、この土佐で働く期間っていうのが終わったから、これから中央に戻る、今日の都に戻る、こういうシーンなんだね。でもね、じゃあね、自分の任期が終わったからってすぐに帰れるか、そういうわけじゃないんだよね。自分がこの土佐の国司という役目を離れるんだったら、別の人がここに来て、新しく国司という役目を果たしていくわけだよね。だからね、その新しくここにやってくる国司の新任者にちゃんと引き継ぎをしないとダメなんだね。私はね、この土佐で4年間、5年間、こういった仕事をしてましたよって、あなたはこの後こういうふうな仕事をしたらいいんですよ。こういうことをちゃんと引き継ぎとして渡さないとダメだよね。ちゃんと伝えないとダメだよね。だからね、そういったことが次の文書に書かれている。例のことども皆し終えて、通例の事務をすべて終えて、国司の仕事の引き継ぎ、新しく来た人にね、すべてを伝えて、下諭などを取りて、下諭状などを受け取って、その新任者からね、下諭状っていうものを受け取ったんだね。この下諭状っていうのが任務完了の証明書。あなたはここでやるべきことをちゃんとやりましたよって、仕事をちゃんと終えましたよって、私はすべてそれを引き継ぎましたよ。そういうことをね、新任者、新しく来た人がね、前任者、つまり紀貫之に下諭状として渡すんだね。それがね、自分の紀貫之の任務完了の仕事が終わったっていう証明書になるわけ。つまり自分がちゃんとこの土佐で4年5年仕事してましたよ。その証明書をちゃんと持って帰らないとダメなんだね。でも、その下諭状もちゃんと受け取ることができたでしょ。あとは紀貫之、帰るだけなんだね。だからね、出発した。住むたちより入れて、自分が住んでいた国司の官舎から、国司の人が住んでいる家から出て、船に乗るべきところへ渡る。船に乗るはずのところへ移るって。つまりね、紀貫之帰るときは船で帰るからね。まずは自分が今いる国司の家がある場所から港に行かないとダメなんだね。船が止まっている場所まで行かないとダメ。そこの方へ移動したんだよって。まあだからね、これが門出だよね。まだね、船旅は始まってないんだけど、自分が住んでいた館を後にした。だからこの日が門出の日、こういうことになるんだね。でね、その時の様子がここで書かれています。彼これ知る知らぬ送りす。彼これあの人この人、知る知らぬ、知ってる人知らない人、送りす見送りをする。たくさんの人が自分を見送ってくれたよって、この紀貫之を見送ってくれたよって、
これって紀貫之嬉しいよね。もしね、これ見送る人少なかったんだとしたらね、あ、自分って嫌われてたのかな、こういうふうに思っちゃうけどね。自分がちゃんと真面目にここで仕事してたから、みんなそれを認めてくれて、私がね、こっから去っていくことを惜しんで、たくさんの人が見送りに来てくれた、こういうことだからね、やっぱり紀貫之嬉しいんだよね。でね、その次、年頃よく比べつる人々なん、別れがたく思いて。この数年来、自分が国主としてこの場所で任期を果たしている間、親しく交際していた人たちは別れがたく思いて、別れがたく思って。この比べっていうのは比ぶ、親しく付き合うっていう意味だね。でね、そういう人たちは自分と別れたくないと思って、この紀貫之と別れたくないと思って、ひしきりにとかくしつつ罵るうちによ吹けぬ。このひしきりにのしきりにはひっきりなしにっていう意味だから、ひしきりにで一日中ずっとこういう意味なんだね。とかくしつつあれやこれやとしながら。このつつっていうのは反復継続を表す接続助詞だね。つまりね、これはあれやこれや、みんなが自分のことを世話をしてくれるっていうこと、その状態が継続している、繰り返されているっていう様子を表しています。みんなね、自分のためにいろいろとしてくれているんだよね。ののしるうちに、このののしるっていうのはね、今みたいに人の悪口を言うみたいな悪い意味はないからね。大騒ぎするっていう意味です。みんなで大騒ぎするうちに夜が更けてしまったって、みんなでね、こうやってドタバタしてるうちに21日が終わってしまった、そういうことなんだね。で、その次が22日です。この土佐日記は毎日書かれてるからね。21日に門出出発して、その次22日のことも書かれているんだね。で、22日は何したか。この紀貫之はすでにもう港に着いているんだから、船で出発したのかな、こういうふうに思うんだけど、まだ船に乗らないんだね。そこのね、港がある場所で宴会が開かれたの。その時の様子がこちらです。20日余り2日に、泉の国までと、平らかに岩立つ、藤原の時座ね、船地なれど、馬の鼻向けす。12月の22日に、泉の国まで無事であるようにと、祈ったんだね。神仏に祈願したの。だからね、この紀貫之、土佐から都に戻るまで、今日の都に戻るまで、船で戻るんだけど、この当時、船旅って危ないんだよね。途中に海賊が出ることだってある。だからね、その無事を祈ってお祈りしたわけだ。でね、この泉の国っていうのが大阪の南部。もうそこはね、京都、京の都に近いからね、そこまで来たら海賊とかね、いろんな危険っていうのがなくなる。一応安全な状態になった。こういうふうに言うことができるからね。だからね、今回のお祈りでは、土佐から泉の国までの無事っていうのを神様、仏様にお願いしたんだね。でね、その次、宴、宴会が開かれたんだけど、その宴を開いてくれた人が藤原の時実っていう人だったんだね。藤原の時実、船地なれど、船旅であるのに、馬の鼻向けす。馬の鼻向け、つまり送別の宴を開いてくれたよって。でね、ここ謝礼になってるんだけど、ジョークになってるんだけどね、何がおかしいかというと、この馬の鼻向けっていうのは送別の宴のことなんだけど、もともとね、馬の鼻を雪先に向ける、こういう意味があるんだよね。当時の旅ってね、馬でパカパカ行くよね。その時に馬が変な方向に行かないように馬の鼻を方向行き先に向ける、こういった意味があるわけだ。つまりね、そこから旅の安全を祈る、その旅の安全を祈って送別の宴を開く、こういった意味になるんだけど、そもそもね、私今から馬に乗らないよねって、今から船に乗って旅に出るんだよねって、本当はね、船の先を行き先にぐっとこう向けないとダメなのに、この藤原の時実がやってくれたことっていうのが馬の鼻向けだったんだよって、これちょっと違うんじゃないの、そういったジョークがここに込められているわけなんです。でもね、まあまあ、この馬の鼻向け、送別の宴っていうのはすごい盛り上がったみたいなんだね。上、中、下、えいあきて、糸怪しく、潮海のほとりにて、あざれあえり。この上、中、下っていうのはね、身分のことを表してるんだね。つまり身分が高い人も普通の人も、身分が低い人も、すべての身分の人が、えいあいて、すっかり酔っ払ってたんだよって。
この秋っていうのは悪、すっかりとか十分、こういう意味なんだね。だからね、みんな酔いがすっかり回って出来上がった状態になったわけなんだね。その時の様子をこういうふうに表現している。糸怪しく潮海のほとりにて。糸はとてもって意味だったね。怪しくは怪しい、不思議っていう意味だから、大層不思議なことに潮海のほとりにて、潮海のそばであざれあえり、ふざけ合ってたんだよって。まあみんな酔っ払ってるからね、ふざけ合うこと、だらしなくふざけ合ってる様子っていうのがここに書かれてるんだけど、なんでそれを意図怪しく大層不思議なことにこういうふうに表現しているかというと、ここでもジョーク、シャレが使われているんだね。それはね、このあざれっていう言葉、あざるが活用した言葉だけど、ここで使ってるふざけるっていう意味の他に、魚が腐るっていう意味もあるんだね。でもね、これって変だよね。こういうふうに紀貫之は言ってるの。なんでかっていうとね、確かにね、私たちはあざれあえり、ふざけ合ってるけどね、魚が腐るっていうこと、これおかしいよねって。なぜなら私たちの周りには、たくさんね、潮海があるからって。私たちね、潮の効いた潮海のそばでふざけ合ってるんだけどね、そんな場所で普通魚って腐らないよねって。だって潮があったら、海があったら魚って腐らないでしょ。こういう風にね、紀貫之は書いているんです。まあこれね、古文のジョークだからね、解説しないとちょっとわからないからね、読んだ瞬間あこれ面白いってならないんだけど、ただねこの時の作者の紀貫之の気持ちっていうのがすごいね、すっきりしてたんだな、楽しかったんだな、そういうことが伝わってくる文章だよね。どうですか、今回の文章わかりましたか。もう一回今回の文章を読んで当時の様子を思い浮かべてみてください。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいねコメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。